いやー完全水中ロックオフで食ったね。はい、皆さんこんにちは、内山幸成です。本日は御三川に来ております。というのも先日のザフィッシングで期待してたスナッピーが炸裂せず、なんとか挽回させてくれと台場にお願いをして、今日はスナッピーだけを持ってまた御三川にやってまいりました。まあ今日はちょっと風強いんでね、上流に来てますけど、まあ本当に御三川なんかではすごい炸裂するルアーではあるので、今日それを実証したいと思います。行ってみましょう。ちょっと噛んじゃった。はい、みんながね一番困るカラーチョイスですね。まあ基本自分は空の色に合わせるんで、まあこういったちょっとローライトだと、まあ、特に今日雨降ってるからこういうねネズミお腹がグレーっていうのも結構お腹の色にマッチしていいけど、まあ、ちょっと若干濁ってるんでね、背面見やすい色って意味ではこうちょっとまあ最初はこのブルーギルから行ってみたいと思います。まあ、目で見ないと楽しくない釣りなんで、視認性をまず最重要視ってことで、このブルーギルからスタート。はい、まあ、スナッピーフロッグジュニアをね、本当に普通のってか、台湾で他にあるポッパフロッグとか、ポッパフロッグジュニアとか、チーズフロッグ、チーズスナッピーフロッグと比べたら、もうまずスピードが命だから、あんまりこう、カバー際でネチネチ誘うよりかは、もう本当に俊敏にババババババって、スピード感出して、泳がせてきて、食わせるのがこのスナッピーフロッグジュニアだから、こういうローライトとかすごいいいと思う。魚が結構うろうろ、あんまりこうとどまってないような状況では、まああんまりネチネチするよりかはこうやってスピーディーにどん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 打ってって探ってった方がエリアのカバーが早いから、長く引いて食わしてあげる。この場合だと2メーターぐらいかな、あっち側から。で若干レンジが入るから、もうシンキングフロッグだから、スナッピージュニアもなんで、こういうちょっと雨で水面が騒がしい時とかは少し入れてあげる方がいいね。こういう風にレンジを竿先下げて、でも竿先上げたらこうやって水面でもドッグホグできるから、まあそこはコンディションによって使い分けてあげたらいいと思う。これが雨止んだりしたら、雨止んで風もなくなったら、竿先をこう上げながらこう水面をリトリーブしても OK。 まあ竿を上げるにしても下げるにしても、やっぱ自分が目で見える限界のレンジを引いてきてあげるのが面白いし、イメージもつきやすいからいい。まあでもちょっとレンジが入るのが俺はキーだと思って、このスナッピージュニア作ってるから、まあ基本は下さばきの方が多いかな。であんまりドッグホークをきっちりしようって思わずに、どちらかというとまあこうなんかうねうねしながら高速でなんかこう逃げてるっていうようなイメージを持って使ってもらった方がいいです。普通の通常の僕が大好きなフロッキングみたいな、ああいう綺麗にネチネチドッグホークさせてっていうよりかは、バーってこう首をちょっと振りながらスピーディーに泳ぐ何かっていうのを演出してもらえれば、動きはもうそれでバッチリ OK です。なんで今使ってるのはね、ここ足場が高いから BLX のトラベルの5ピースの66の L のモデル、まあ5ピースで、まあ、すごいポータブルで持ち運び便利な竿なんだけど、まあライトぐらいの竿、そんなに硬くない、もうみんなが持ってるような竿で OK。 こんな感じ、もうライトの竿って感じ。まあ ML とか M とかってよりかはちょっとこれぐらいの柔らかい竿でやった方がトゥイッチはしやすい。
し疲れない一日やっても。ラインは、タトゥーラセンサーの 1.2 で、もう少し大きいバス狙うときは 1.5。 うぅ釣れた。もうガンガンカバーに入れても、まあ基本針先出ないからワームフックみたいに、だから手返しはいいよね。うん、そういう針先が出て引っかかるってストレスがあんまりない。うん、ワームがずれるってことはないから、同じような釣りしててもちっちゃいフロック使うと、そのメリットは、こういうおかっぱりみたいな、もう草むらに投げてやってさ、でうまくこう針先も出ずまま落とせるから、スナックレス性能すごい高いね。やっぱフロックの良さはある。うん、破綻気味に、うん、それはもう全然 OK。 基本スナッピーフロックは狙ってるターゲットとしてはすごい短い、もう長くても1メートル、まあもう俺の中ではもう80センチ以内を攻める、あの80センチ以内を攻めるようなフロックで、スナッピーに関しては逆にスナッピーフロックジュニアに関しては、まあ、2メーターぐらいをあんまりドッグコークを規則正しくせずにスピード感を重要視したフロックなんで、スナッピーに関しては80センチをちゃんときれいにドッグコークする。でスナッピーフロックジュニアに関しては2メートルからまあ3メートルぐらいを、まあ、ドッグコークしてるようになるべく見せながらスピーディーに巻いてくるっていうような釣り方だから、スナッピーフロックジュニアに関しては動きが破綻してても絶対構わないよりも、むしろそのちゃんとスピード感が出てるかっていうのを意識した方がいいね。いや、もう普通に通常ノーマル使うよ。長ければ長いほど抵抗になってドッグオークは難しくなるからね。うん、で短くなればなるほど早くは動かせるけど、こうスカートの揺らめきはなくなるから、まあもうスナッピーに関してはもうノーマルでしか使わない、スカートの長さは。あ、いいな、こういうとこ、こういうとこ、こういうちょっと足場が近いのが好きだわ。面白くないわ。俺の嫌いな角度だね、これ。フロックのアクションも難しいし。はい。あ、どうしてもあそこ引っかかっちゃうの。でもこういう高いところからアクションするのってやっぱスピニングが圧倒的にいいね。竿先柔らかいから、フロックがチップから近くにあってもすごい竿先が柔らかい分ドッグオークさせやすい、めちゃめちゃ。これ結構 MH のレートロッドでやるとやっぱ直前までこの角度でドッグオークさせるの難しいけど、スピニングのメリットはそこにあるね。今スナッピージュニア、さっきワンバイトあった時にゆっくり中中でドッグオークさせて使ってたんよ、スナッピーみたいに。そしたらバイトあったから、まあもちろん速いのが得意だけど、こういう足場が悪いところとか少し反応がないなって思う時のも、まあ、ゆっくりこうジュニアをネチネチ泳がすのもありなんだなっていうのを今き、いやでも圧倒的にドッグオークしやすいもんレートよりもこの角度で、マジで。真剣だよ。いけるやん、こういうとこだよ、こういうとこ好きだから。Yeah.
よいしょ、よっしゃ、スナッピージュニア、よっしゃ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 、ふぅ、ありがとう、ありがとう、ちょっとスナッピージュニア、食ってきてくれました。ホワイトブラックに変えた瞬間、ちょっとね、大きめ流してて、スイカでバイトなかったから、ホワイトブラックで、シルエット出る方が良かったのかな、お腹黒で。嬉しい、反応する、ありがとう。皆さんが釣れるんですよ、スナッピージュニア。いやー嬉しい。でもやっぱカラーロープ大事だったね。はい、白黒で、で66の DLX のトラベルにセルテート 2P はタトゥルセンサー 1.2 で、あーかわいい、愛らしい、ありがとう。すげえいい出方だった。そうそう、直下ちょっとゆっくりめに引いてて、ありがとう。最初ずっとフロック使う、あのスイカのスナッピージュニア使ってて、でバイトがないから、まあちょっとシレット濃く出してみようと思って、お腹黒、背中白のホワイトブラック。スナッピーはねホワイトで、どちらかというと空の色に同調させた、まあ馴染むカラー使ってて、まあローテーション大事なんで、まあフロックのカラーも一つってわけではなく、まあお腹黒、お腹白で、あとはブルーギルとかワカサギみたいに、まあ少しこうちょっとドッグウォークした時に明滅があるようなグロー系のカラー、まあ最低3色は持ってくと、ローテーションできて面白いと思います。いやでもなんかこれ本当はスナッピージュニアってさ、ここだけの話、もう本当に高速トイッチで壊せるような釣りだと思ってたけど、今も少し多分スローだったと思う。っていうのはさっき一発バイトがあった時に、ちょっとなんかこのスピード感じゃついてこれないのかなと思ってやったらバイトがあって、でちょっとスローダウンしようと思って、だからその足場が悪いところでのスピニングのフロックスっていうのは改めてありだなっていうのは今日気づいて、あのまあジュニアも高速と一致用だけれども、まあこう柔らかい竿とスピニングを使うことによって、こう狭いようなフロックのアクションしづらいような場所においても、すごくこのタックルによってはアクションするなと思ったから、まあステージスナッピーフロックジュニアだけ1個持ってくんだったら、スローダウンしてドッグウォークするのもありだと思う。それが今回の魚だったし、うん、あれだね、勉強になったね。意図しないところでの使い道があった。ただ岡っぱりならではだと思う、スピニングのフロックは。で、シマゴが言ってた。これすげえ、今日でちょっと海岸したな、この釣り。ちょっとザフィッシングをちょっとスローダウンすればよかった。こうやってスピニングでちょっとこだわっちゃったな、あの速い動きに。勉強だな本当に。さあいきなりちょっと水位が高すぎだけど、いきなり釣れたら嬉しいな。釣れる、おっしゃ、来た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 、よっしゃ、でかいぞ、よしでかいぞ、でかいぞ、よっしゃ、よっしゃ、でかいぞ、スナップジュニア、よっしゃ、よし、あーね、巻かれた、えー、あ、いたいた、まだいる、まだいる、まだ、よし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 、よし来い、よし来い、よし来い、うん、よっしゃ、うん、うん、見てよジュニア、ほら、うん、いいサイズだ。分かれたけど、うわー、タトゥラケンさん助かった、 1.2 号マジで、これいいサイズ、50ぐらいなんじゃない、うん、ラストってめっちゃ嬉しい、あいつタトゥラケンさんありがとう、あー嬉しい、うん。
やばいやー、完全水中ドッグホークで食ったね。一番新鮮のいい鮎から、はい、これ。いやー、マジめっちゃ嬉しい。今もここ来て最初ホワイトブラック使ったよね。でも全部コンフィデンスだったのホワイトブラックだったけど、ちょっと気分転換に変えてみようって変えて鮎で一発目、あ、一発目じゃないけど、もう分かんない、記憶にないけど、まあでも結構手前、あのね、水仙投げてで引いてきて、その途中にある何かブロックみたいな横水中で完全ドッグホークしてた時にバーってカッサラって、いやー、マジで嬉しいんですけど、マジで嬉しいんですけど、よし、ありがとうね、よっしゃ、巻かれたよ。でも高田先生ありがとう、本当にもうがっつり巻かれたから、何かトタンかな、他の方、もう見てこのライン、ほらザラザラでしょ、 1.2 だからよかったけど、まあでも最低でもやっぱ 1.2 は欲しいよね。いやー、ほんとタツラセンサーのおかげ。なんでタツラセンサー使うって、緑だから単純な理由、単純に可愛いから。でも基本水中でゆっくりドッグホークできるルアーってないからね、それも早く沈んじゃったりするけど、まあスナッピージュニアの特にいいところは、まあ沈下速度が水が入っても遅い、それはスナッピーと比べても圧倒的に速いのは、やっぱりもともとボディがちっちゃいから水入ったところで沈下速度は遅いだろうな。あと、あんまり水が入んないのか分かんないけど、でも沈下速度が、水が入ったとしてもスナッピーよりも遅いから、水中のドッグホークゆっくり引けるっていうメリットはあるね。うん、あとスピニングだとすごい細かいドッグホーク、細かい、すごいなんて言うんだろう、移動距離の制限ができるっていうか、うん、そこはスピニングのいいところだな。やっぱティップが繊細だとやっぱ移動距離まで抑えられる、うん、それは今回勉強になってるところ、すごい。表層、表層波立ってるでしょ今で、普通やっぱトップウォーター絶対無理だからね、フロックは。だけど少しレンジを入れることによって食うのは、やっぱりこのシンキングフロックのメリットで、まあこういう風下でもしっかり水深が10センチでも入ってればバイトに持ち込めるっていうのは、やっぱそのちょっとしたレンジの差をバスは意識してる。でそれをトップウォーターのフロックとレンジの入るスナッピーで釣り分けてるのが内山のスタイルっていうか、うん、だから風下でもスナッグレス性の高いフロックを水中でドッグホークさせてバイトを得ることができるっていうのがスナッピーフロックのいいとこだから、あのジュニアも含めてね。スナッピーはね、玉ねぎこうやって、玉ねぎああいうなんかこう布の袋の中に石がいっぱい詰められて、こう波よけ、流れよけにしたりするようなもんなんだけど、結構バス好きで、小魚も好きで、あのゴリとかエビとかもよく好きやすくて、結構こう綺麗に並べてるんだけど、綺麗に並べてるけど隙間があってそこにバスが入ってるっていうような川、スラクチャーなんだけど、そこ的にはもう脳進化しか詰められないけど、まあ、要はそこよりタイトに水中に入れて誘えるようなルアーがあったらいいのになと思ってスナッピーを作ったのもある。だから今全国各地に玉ねぎとオンガとか、それこそ五山とかカスミとか増えてるけど、まあそこに脳進化一辺倒だった攻略法がスナッピーによってこう横の動きで誘うことができるから、そこはすごい玉ねぎ攻略だと大きなメリットなんじゃない。もう引っかかるから、とにかく玉ねぎって網にすぐが刺さっちゃって、もうトレブル系のやつはもう無理だからね。こういう隙間隙間にいるからね。
この足届けるじゃん。よし来た。よし。水中の底を作ったね、やっぱり。よっしゃ。入れ食いやん。よっしゃ。ナンバースリー。やっぱり行ったね。水中の底奥でほらスナッピー丸飲み。綺麗な魚。ありがとう。いい食い方。またしてもあるから。ワカサギにしてたんだけど、ちょっと沈むスピードが速かったから。ローテして。なんか本当今日はローテするタイミングする。ありがとう。そもそもまあ早く動かすような釣り方で使うフロックだから、どちらかというと横の動き、要は速いベイトフィッシュが逃げる泳ぎだったりとかをイミテートしてるから。まあ、作った本人のイメージは一応こうベイトフィッシュっぽい動きではある、うん、だからもちろんこの時期梅雨時期とかこれから夏にかけてベイトフィッシュ追う時期もいいけど秋も最高にいいからむしろ秋の方がいいかな。もうスピナーベイトとか投げてるような時にまあサブサーフェイスとバーって横の動きで広く早く探るっていう釣りがやっぱり秋って効果的だから長い時期有効。今ちょっとポストスポーンでねさっきもまだちょっと魚がちょっと遅いからまだまだこうゆっくりした動きの方が反応がいいような気がする。うん、もうちょっとなんだろうな。はい、ということで内山わがまま企画、御三号でスナッピージュニアで釣りたい、無事に終了しました。まあ結果はね3匹という、まあ、僕の中では 大満足です。でバイトも多かったし、まあ、あの何よりあのスナッピージュニアに関して の, あのすごい細かい説明できたかなと思うんでぜひねこの動画を参考にあの自分のフィールドにもしか行ってもらって、スナッピージュニアでいい釣りしてもらえたらなと思います。また、スナッピージュニアで皆さんの前にいや皆さんの前にもう立たんわ、もう立たん、もう個人的にまあいろいろスナッピージュニアで楽しんで、いい釣りしたいと思いますんで皆さんもぜひ楽しんでください。ありがとうございました。チャオ何言ってんだから